新型コロナウイルスへの対応をめぐり、全国知事会が自治体ごとに対応が分かれている感染者情報の公表基準を統一するなど、国としての対応を要請しました。47都道府県緊急のニーズ調査をさせていただきまして、そしてその結果を今日お話を申し上げました。岸田政調会長さんからは7項目すべてこの通りだと。全国知事会の飯泉会長らは、政府や自民党に感染者の行動歴などの情報公表の在り方に統一基準を設けることや、簡易な検査キットの早期開発など7項目の緊急提言を申し入れました。申し入れを受けた自民党の岸田政調会長は、この提言をベースとして今週中に党の対策を取りまとめたいなどと応じたということです。